二条院さん、ずいぶんご機嫌ですね。鼻歌まで。何かいいことでもあったのかい？二条院先輩は今日は何をしていたんですか？ん？それはその、おや、その反応、もしかして部屋で人には言えないようなことをしてたのかな？違います！エッチなことなどしていない！別にエッチなことと限定はしていなかったと思うのですが。その反応はまさか。そうすれば私へのあらぬ疑いを晴らすことができると思うんだ。さあどうぞ。お邪魔します。お邪魔します。綾瀬先輩はもしかして片付けが苦手な方ですか？得意ではないですね。めんどくではなくて時間もかかりますから。お茶はお茶でありがたいんだけど、例の部屋でしてた内緒のことって何か聞いてもいい？そうだ、知っているのか？ええ、タイトルぐらいは見たことはありませんけど。なぜだ、もったいない。そう言われても見る機会がなくて。フローリングより畳、 SF よりも時代劇、コーヒーよりも緑茶の方が好きかもしれません。どうなのどうなの、二条院先輩。荒くれ大将軍みたいな。白馬に乗った将軍様のようだった。将軍様？あの時私を助けようとしてくれた背中は覚えている。忘れられるはずがない。